香川に有名な庭園あるよねっていう話だったんですけど、それってクリリンのことかって言ってますけど、はい、栗林公園です。栗林公園に来ております。で、この蓮畑見て、あの葉の種が気持ち悪いなっていうことで、はい、気持ち悪い方です。で、水の流れが綺麗なんですけど、水が汚いですよねっていうのもあれですけど、一番面白かったのがこの亀が来るんですよ。亀がこう餌をくれるんかと思って近寄ってくるんですよね。結構近くまで来て、今草やったら食うんかなと思って投げてるんですけどね、草食わみたいですね。こんな感じでひょっこり木と、あ、失礼しました、亀の頭が覗かせてこっち寄ってきてますね。こうやって必死に泳いでくる感じが可愛いですよね。で、そこら辺に落ちてあったセミを食うかなと思って投げたんですけど、本当はこんなことしちゃダメですね。良い子は真似しないようにでお願いしたいと思うんですけど、これで反応あるかなと思ったら来なかったんですよ。最初一発目来た時に、まああの何がおるかなって覗き込んだ時にバーっていっぱい来たんですけど、一回クレーンになったなと思ったら亀も学習するみたいですね。もうこの後全然来なくなったんですけど、あ、来てますね。こんな感じで近寄ってきてますけど、まあもっと最初やったらすっごい、まあ、あのカメラ回す前やったらすっごい寄ってきたんですけどね、今ポツポツしか来てないですね。こいつすごいですね。きっと、あ、亀の頭が寄ってきて餌あげ、すごい伸びてますよね。相当上がってきて近くまで来てましたよ。これスッポンもいるんですよ。スッポンがおるんけとか思ったんですけど、鍋うまそうですね。スッポンも慣れてやがる。めっちゃ来てます。スッポンも何匹かいましたけど、亀が多いですよね。スッポン珍しくないですか。これ飼ってるんですかね、話してるんですかね。なんでスッポン、よくわからんのですけど、まあ亀と戯れましたよっていう庭園に来て700円払って亀と戯れましたよっていう話なんですけど、まあ栗林公園来たことある方はおると思うんですけど、すっごい面白い庭園ですよね。相当広いですけどね、 2,3 時間かかりますよね、歩くだけで疲れますけど、松のあの生垣ですか、すごいですよね。あれは相当な敷地ないと作れないですけど、やっぱり香川ですね。松の生垣は、あんなはびっくりしました。松を生垣にするかっていう感じですけど、その他にも他のいろんな庭園がありますし、まああの一度は行ってみても面白い庭園かなと思います。まあ愛媛にもいい庭園ありますんで、まあ庭園巡りしてみてもいいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。